このパレード以外にお電話も、実は都内に今年2度目なんです、はい、先ほど言いましたように一般の貨物がどん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 コンテナ化されていく、やっぱりコンテナを運ぶ船を作ろうということで橋家の業界が作られた、はい、グリーンシップ。グリーンシップというのは、実際このコンテナを8440フィートですね、積むことができます。で実際この84本を普通に陸上で運ぶとトラック84台必要です。84台そうするとやっぱり環境への負荷がありますので、はい、これで池に運ぶことによって船ということと、そういう距離を走る、はい、いやこんな長距離ではないわけです。そうですね、でも大変ですもんね、はい、ここから千葉東京まで、東京千葉まで必要な、なんでこれを走らせたら。そうです、うわすげえ、これ大体どういうものが入ってるんですかね。それはそれぞれですね。今日はですね、このパレードのために多分特別に乗せていただいたのか、あ、わざわざ、もしかすると、カラコン、カラ、マジですか。で、先ほどの動物園は引っ張っていきます。はいはいはい、これはプッシャーバージと言いまして、はい、押す、あ、後ろが、はい、後ろに、後ろについて、これは後ろの押す形で、ね、で、ちょっと高くなってるのはコンテナいっぱい積むと前が見えないかもしれない。これは、まあ、どの船も操縦大変だと思うんですけど、これはなんか難しそうですね。そうですね、奥行きを見なきゃいけないから大体操舵すると操縦するところは11メートルぐらいの高さってありますね。で、今このプッシャーさんに行くと、このバージが4メートルぐらいで、東京湾まで来ます。うわ、これ幅も結構ありますね。あります。近くで見ると。これはもうめったにお目にかかる船ではないので、じっくりご覧いただける。これはなかなか見れない船。ましてやこのエリアにはまず入ってこないですよね。そうです。ね。ここに入るバージと前のバージ合わせると。